それがまあ結果につながって今後どうなっていくかはちょっとわからないんですけど、やはり結果を出てる人を見ていくと、共通点があるんですね。これはインターネットの IT ビジネスと美容も同じなんですけど、素直に、まず素直なんですよ。で、素直にコツコツやる。そして、それをコツコツが順調じゃない熱意でコツコツやるんですよ。で、欲求も抑えてそれでもやるんですよ。それをやった人が結果を出せるんですね。で、結果が出せるとだんだん面白くなってきます。で、結果を出して面白くなってきたら、どん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 それをやるのが当たり前になってきて、それが習慣化して歯を磨くような感じと一緒で、やらないと気持ち悪くなっちゃうんですね。そのレベルまで行くと結果が出てくるんですよ。でも大半の方はそこまで行かないでやめてしまうんですね。で、例えばちょっとやったら、はい、もう習得しましたみたいな感じで、分かったふりとかしてしまう。で、そこの基準自体が低いんで、ちょっとやったらもうそれで分かっちゃうみたいな感じになっちゃうんですよね。基準値が低いから、もうちょっとやって分かっちゃう。ちょっとやってできた、ようなふりをしてしまう。これってちょっと悲しいなって思うんですね。基準値は上げていくべきだし、その低い基準値でやっていくと、まあ、ある程度のことはババってできてしまうと思うんですけど、生き残れないですね、正直な話。これからのアジアの時代って本当に結構、アジアというか日本は本当結構厳しくなると思うんですよ。で、どん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 厳しくなってきて、もちろん業界は特に美容師の業界ってかなり厳しいと思うんで、本当にこんだけ美容師さんがいる中でどうやって勝負していくか、じゃああなたの色は何なのか、そこでどうやって生き残っていくのかってなってくると、じゃどういう時間の使い方をしたのかとかね、そこで、やっぱり結果ってどんどんその差がついていくと思うんですよ。同じ年齢でも、毎日コツ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 やってる人って気づいたらこの位置にいて、でこっちの人はあれみたいな、気づいた時はもうこの人あんなとこまで行ってるみたいな感じになりかねないですよね。その時はもう遅いんですよね。いくら一生懸命やろうとしても、この人はもうエンジンかかってどん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 進んでるわけですよ。出したらもうこっちはね、こっちの人は やばいなと思って頑張っても自転車に乗ってるようなもんですよ。こっちはもうフェラーリに乗ってフィアーッと行ってるわけですよ。スピードに乗ってもう追いつくわけがないですよね。これってそのどういうふうに自分が、今やっていくか、どういうふうに時間を使っていくか、どういう不自由さの中で頑張っていけるかみたいな。だからそのマレーシアのね、話戻りますけど、マレーシアの方が毎日シンガポールに入るときに入国出国、これを繰り返して大変な中でこう生活してやってる。それってこれからもっと便利になってきた場合、本当に頑張れると思うんですよね。もうハングリーな気持ちがすごくあるんで、どん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 日本人はハングリー精神が少なくなっていきます。その中でも頑張ってやってる人って本当に僕の周りも多いんで、一生懸命やってます。で、僕もそういう人についていって頑張っていかないとってすごくもうプレッシャーになって思ってはいるんですけど、まずそのいいサイクルに入っていくためには、毎日コツコツやっていくことが必要かなと思います。そして、まずやらない、何も行動しない、やらないっていうのはもう最悪だと思うんで、何かまずやる。そして人に必要とされる存在になる。必要って何なのかなっていうと、人よりも長けた知識力だったりとか、情報量だったりとかすると思うんですよ。そういうものが、まあ、お金に変わっていったりとかするわけだと思うんですよね。それがないと、まあ、至って普通の、これから普通じゃ通用しない時代ですからね。絶対普通は通用しません、絶対。だって普通だったらね、こんだけある美容室の中で普通ですから。例えばね、美容の技術とか別にして人間性がすごいとかね、
何でもいいんですけど、普通じゃない何かがないと、これからやって、これから何十年って、この仕事をやっていくときに、まあ、美容業に限らずなんですけど、必要とされなくなってきます絶対。だってその代わりはいるわけですから。そういうふうな風にならないためにも一生懸命頑張っていかないとダメかなって。その一生懸命頑張るのは何かっていうのは欲求を抑えることだと思いますね。その自分の、欲求を抑えながらもそれを楽しみに変えていければ本当に最高だと思いますね。まあ、あくまでもこれね、仕事バカの僕が言ってることなんで、これが響く人って少ないと思うんですけど、何言ってんだあいつと、よくわかんないこと言ってんなみたいな風に思われると思うんですけど、なんかちょっとでもね、あ、やんないとなって思う人は今日もしくは明日からでもいいのでもう変われると思うんですよね。ただ変わるためには継続っていう力が必要です。僕分かりやすいところで数値化ってすごい分かりやすいんですよ。結構僕使うのは100っていう数字を使うんですよね。とりあえず100回100日とか分かりやすいじゃないですか。100日やると気持ち悪くなんですよ、やらないと。だから結構100って僕こだわるんですけど、100日間続けるとかね、100回やってみるとか、そういうふうに、100ってある程度の目安になると思うんですよ。例えば10回やってで結果が出ないからやめちゃう、それじゃ全然結果が出ないんですよね。IT インターネットの世界ではある程度のところ来るとレバレッジが効いてドンと上がる瞬間があります。この瞬間に行く手前で大体やめてしまうんですよね。以前コミュニティでいい写真が、シェアしていただいた写真があったんですけど、トンネルを掘ってる写真で、これすごいなと思ったのが、トンネルをどん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 掘ってる写真なんですよ。でもトンネルの先にあとちょっとで町があるんですけど、そのトンネルのあとちょっとのところでやめてしまうというような写真があったんで、絵があったんですけど、あ、これすごい分かりやすいなって。 IT ビジネス、インターネットのビジネスですごく分かりやすくて、あと一掘りすればそこが貫通できるのに、そこが、貫通する手前でやめちゃう。その先が見えないからね、もう疲れてやめちゃうんですよ。もうこれ無理かなって、あとちょっとなんですよねっていうところでやめちゃう。これって、まあ、明確な目標がないっていうのと継続できないっていう部分だったり、自分に甘い、そして自分の、まあ、基準っていうのがまあ低いっていうことですね。本当に、自分の欲求を抑えて頑張ってる方は本当にたくさんいらっしゃいます。よくそんなにできんなって僕も本当に感心してしまう方とか、いや、この人倒れちゃうんじゃないかなとかってね。でもその人って多分ちょっと僕は実際会ってないんで分かんないんですけど、きっとそれがもうやることがもう当たり前になってしまってて、それが楽しみに変わってるのかもしれないですし、まあそれが自分の使命なのかもしれないんですけど、そのぐらいに変われたらいいかなって思うんですね。海外に行くといつも思うことがすごくあります。日本ってすごく平和だなとか自由だなとかすごく思います。不自由さがすごく少ないなと思います。ここから何十年後、世の中が変わってきた時にきっとその、なんだろう、不自由さが、逆に自分の糧となって頑張れる人がこれからアジアの方たちなんじゃないかなって思うんですね。まあ、人口のね統計から見ても日本人は結構高齢になってきてるんで、まあ、アジアの方はこれからどん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 進んでいくと思います。インドの方なんかすごいですよ。まあ、今回もインドの方非常に多かったですけど、本当にすごいです。勢いもあります。どん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 ですね、自分の必要とされないよりは必要とされる人間になった方がいいと思うし、誰よりも情報量を持っていた方がいいと思いますし、どん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 、自分の目標をクリア、そしてまた目標をクリアってどんどんしていって、いけるのがいいんではないかなって、思います。
その中で自分の楽しみの趣味だったりとかね、それもこううまく楽しみながらやっていけたら一番の理想なのかなって思いますね。自分の時間がたくさんあっても、使うべきお金がなかったらね、どうもならないわけだし、まあ例えば僕が男だとして、まあ養っていったりとかですね、そういうのも必要になってくるわけですけど、まあそれってイコール責任だったりとかすると思うんですよね。毎日楽しいのも一つだと思うんですけど、まずその欲求を抑えて、まず頑張らないとダメな時期は頑張らないとなって僕も今思うと、もうちょっと若い時に、もっと頑張っておけばよかったなってもう少し思ってしまってるところがちょっとあって、まあ、それがね、挽回するためにもここから頑張っていかないとなってすごく今現在今更になって思っております。ですので、まあ、少しでもね、なんか、ピンときた方は、やっていただけたら、もっといいんじゃないかなって思います。僕も今思ってる目標があって、その目標のために今、頑張ろうと思ってます。で、目標は絶対数値化した方が明確だし、なんとなくこうなろうとかなんとなくこうしようっていうよりも絶対数字にした方が分かりやすいと思います。例えば、これだけ、この数字だけ〇〇をやるとか、この数字だけ、数字を出すとか、まあそういうふうにですね、なんか数値化して目標を立てるとブレなくなると思うんで、そういうふうにしていけたらいいかなっていうふうにつくづく最近思えてますね。なので、時間を大切にしてこれから行こうかなって思ってます。皆さん、なんかこうただ話してるだけでね、よくわからん動画ですけど、これからもちょっとお付き合いいただけたら、いいかなと思います。また、Facebook のタイムラインの方どんどん遡っていくと、動画たくさんアップされてるんで、よければ、僕の動画ですがいろいろちょっと眺めてみてください。参考になるものあるかどうかわからないですけど、まあ、一個でも皆さんのお役に立てれば、やった甲斐があったかなと思うんで、これからもちょっとやっていきたいなと思います。ですので、まあ、お互い一緒にですね、僕もそうですけど、これから頑張っていきたいと思いますんで、今後よろしくお願いします。今日の動画もこれで終わりたいと思います。では。